立壁和也。はい、みんな集まれ。これから俺のボイスサンプルが始まんぞ。聞いてくれよな。同じ道を引き返して帰るは愚かである。迷ったところが今の武蔵野に過ぎない。まさかに雪暮れて困ることもあるまい。帰りもやはりおよその方角を決めて別な道を当てもなく歩くが妙。そうすると思わず落日の美観を得ることがある。山は暮れ、野は黄昏のすすきかな。仕事師は俺だ。お前は勝負の最中に俺がどういうことを考えているか、どう動こうとしているのか、それを素早く読んでいくんだ。本当に呼吸が合っていれば不調の必要なんざあねえ。俺の目の色、顔の色一つでスーッと動いちまう。いいお引きってのはそういうものなんだぞ。映画とは戦場のようなものだ。愛、憎しみ、アクション、暴力、そして死。一口で言えば、感動だ。カムチャッカの若者が、キリンの夢を見ているとき、メキシコの娘は、朝もやの中でバスを待っている。ニューヨークの少女が、微笑みながら寝返りを打つとき、ローマの少年は中東を染める朝日にウインクする。この地球ではいつもどこかで朝が始まっている。ありがとう、ありがとう。じゃあバイバイ。